門松やしめ縄などお正月飾りを燃やし、神様への感謝と一年の無病息災を祈願する伝統の神事、どんど焼き。昔から毎年この時期に全国各地で行われているのですが、一部の地域では事業を継続することが難しいとの判断から中止となったり、批判の声が寄せられることも。都市部だったのなら煙や匂いが問題となってもおかしくない。仕切る人も高齢だし、火の粉もそのままだし、自治体イベントだったらもうやめていいと思う。さらに近隣住民の要請でどんど焼きが中止になったとの投稿も話題になっています。年末にはうるさいとの苦情を受けて除夜の鐘を中止するお寺が相次いだことが話題になり、また近年はわずか1軒からの苦情で住宅街の公園が廃止になってしまったことも。生活様式が変わる中、私たちは少数の意見をどこまで受け止めればよいのでしょうか。ではゲストをご紹介いたします。実際に巫女として神社で奉仕されています巫女ライターでいらっしゃいます今野海さんです。今野さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こんばんは、ありがとうございます。もう一方です。はい、こんばんは、ありがとうございます。近隣住民からの行事の中止要請について法的な視点から発信されています、江戸川区議でいらっしゃいます金井隆さんです。金井さん、どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、ありがとうございます。今野さん、まずどう受け止めていらっしゃいますか。はい、そうですね、おそらく苦情を寄せてくださるというか、その方たちも、そのご意見を伝えるに至ったそれぞれのご事情があるかなと思うんですけれども、はい、消えかけているような伝統文化の一つ一つにもそれぞれ大切な意義とか続けられてきた理由というものがありますので、はい、そのあたりをね、ご理解いただけないまま中止になってしまったところがあるというのはちょっと残念かなというふうに思っております。はい、今映像も出ましたので、少しこのどんど焼きの意味、はい、意味ですね、はい、どういったものなのか、はい、お話しいただけますか。はい、そうですね、目的なんですけれども、うん、そもそもどんど焼きというのは主に神社やお寺で行われるお焚き上げというものの一つなんですけれども、はい、お札やお守りだけを受け付ける通常の普段のお焚き上げというのは少し違って、はい、特にお正月に飾った門松ですね、はい、それとか締め飾りとか、うんうん、縁起物とか、はい、あと地域によっては書き初めなんかも持ち寄って、そのお正月に関連するものですね、全てにこう感謝を込めて、はい、こう神様に、始末をつけていただくというような伝統行事となっております、うん、感謝の気持ちを込めて、はい、焼納するということですね。燃やして納めるという形ですね。そうですね、はい、はい、ですからこれそのまま本来捨てるべきものじゃないということですね。ゴミとして出すのはちょっと罰当たりなんじゃないというようなことなわけですよね。そうですね、それぞれのものに神様のお力ですとか、うん、まあ、関連するものが宿っているというような認識なので、はい、それをまあゴミとして出すというのは良くなくて、改めてお納めいただくというのが一番よろしいかなと思います。はい、結構ね、こうしてみますと映像でも、はい、まあ、迫力のあるものではあるというね、さっきおっしゃったみたいに火の粉がみたいなことは場所によってはね、近かったら電柱がとか電線がとかっていう意見が、まあ、出なくはないのかなと思います、ね。うん、なるほどね。さあ、そうした中でですね、出ているような苦情って一体どういうことなのかということですけども、 今ありました火の粉ですね、灰ですね、そして煙、あるいはですね、その有害物質みたいなものもですね、最近はですね、本来場に持っていくものはさっきおっしゃったみたいな、そのまつわるものだけのはずなのに、いろんなものが持ってこられるようになってしまってるらしいんですね。ビニール製のものがあったりとかですね。そうなんですよ。そうした中で、有害物質を気にする人もいる。そしてそれに伴う異臭ですね、匂い、そういったことも、まあ、苦情の中にはどうやらあるようだということで、かつてとはその色合いが変わってきているところもあると、まあ、その近隣住民の、まあ、倫理みたいなことも含めてですね、そこをどう考えるかっていうのが一つテーマになってきているんだろうと。金井さん、どう受け止めますか。うん、この辺の問題に関しても法律上の問題もあるんですけど、まず、はい、
伝統行事がなくなってしまうってことについての問題で、ちょっとイギリスに住んでた時にイギリスで古いものいっぱいあるんですけども、伝統は一回なくしてしまったら終わりだからっていう言い方された時があるんですね。そういう意味では、ちょっと少数意見の尊重しすぎかなっていうところもあるかなと思ってます、しかもその年に何回も何回もないものでね、毎日とかだったらまた話も違うけどっていうのをどう考えるか、いや、なんかあの VTR 見るとなんかほとんどバーニングマンかっつぐらい巨大な炎が出ててあれやりすぎだと思うんですよ。ああいうのはめったになくて、僕ね、目黒に住んでる近所の大きな神社で毎年どん底が来て、その時にあの締め飾りとか持ってたんだけど、そこはね、地面に穴を掘って境内に、そこで割に低い火を燃やして、でなおかつあの持ってきた時にチェックがあるんです。プラスチックはダメです。あ、なるほど、ね、植物系のものダメ。そうやってやるとね、別にそんなわーわー燃えるわけじゃないし、一周も出ないのでいいんじゃないかな。だからそこはね、なんか極端になんかブワーッと巨大なキャンプファイヤーと、どんど焼きも全てが悪いって言ってるわけじゃ多分決してないと思うんですよ、苦情を入れてる人たちも。ただやり方とか、あとそのレギュレーションとかがどうなってるのかっていうところに不安を抱いてるだけで、なんか話し合ったりだとか、ちゃんと見せたりだとかすれば解決する話なんじゃないかな。ね、あの実際はその主催者側がやっぱりクレームに、ね、対抗するのが大変で、もうやめてしまうみたいなところもあって、ここをどう考えるか。私 の、 あのご奉仕している神社では、あの逆に反対にお正月飾りとか縁起物をゴミに出したくないので、あのやっていただいてありがたいというふうにおっしゃってくださる方が多いですね。ただあの神社の場合は基本的にお焚き上げるものがあの神様に関連するものだけなので、あの先ほどおっしゃっていただいたように、思い出の品とか、あの個人の遺品ですとか、そういったものをお持ちあのいただくのはちょっとご遠慮いただいているんですけれども、あの勘違いしている人もいますよね。ですからなんかこう、全部まとめて燃やしてもらえる場だと思って、それこそ粗大ごみを持ってきてもいいぐらいの、なんかハンドバッグとか財布とか持ってくる人いるらしいですよ。あと年賀状とか ね持ってきちゃう人がいるんですって。いらっしゃいますね。やっぱりそうですか。ありがとうございます。若新さんどうでしょうか。いやちょっとショックですね、僕坊さんでもあるから除夜の鐘やめたとこあるとか、ありえないというか、っていうのは、こういう少数派のクレーマーってよくね、クレーマーは頭が悪いとかっていう批判聞いたけど、これ頭が悪いんじゃなくて感性が悪いんだってことだと思うんですよ。つまり1年に1回のどんど焼きで洗濯物につく灰を、学校の理科で習った灰だというふうにしか見えないってことじゃないですか。これは僕らはもうその理屈を超えた感性で神様が宿るも何かだっていうふうに感じてきたから、さ汚いものでなかったわけだけど、この話ってもう感性が鈍ると理屈では絶対に勝てないんですよ。なぜならこれをやめる理由と続ける理由で、妥当な理由はやめる理由の方が強くなるからだと思うんですよ。理由だけで戦ったら、こういうものって続ける理由ではなくて続ける感覚が大事だと思うんですよ。これなんかやってて意味あるんですか。煙出てますよね、洗濯物汚れますよね、火事になるかもしれないですよね、うるさいですよねっていうのを理屈では言い返せないんですよ。なんならもっと言うと理屈でいくとやめる理由の方が強くなって、そっちが論破できてしまう、役所の人も、それからなんなら弁護士の人も、弁護士ってどっちかっていうと理屈に伴って基づいて考えるから、リズムでいくとやめる方が妥当かってなりがちなんだけど、それをずっと続けていくと感覚的に残してきた歴史や伝統、神秘的なものってなくなるわけじゃないですか。除夜の鐘も、いやうるさいですとか、子供が寝れない、それは理屈上そうなんですよ。じゃああれ鳴らして子供は健康になるんですか。鐘を聞くと子供が健やかになる、家庭が幸せになるっていう科学的根拠は何ですか。ないんですよ。鐘を鳴らしたら僕らの煩悩がどうのこうのなってて成長するっていう根拠はないんだけど、感覚はあったんですよ、国民に。感覚を失う、中途半端に頭だけちょっと頭良くなった気がして理屈を身につけて大事な感覚を失ってるって、日本人がその感性をものすごく劣化させてる、これに同調する役人さんとか議員さんがいたんだったら、ちょっと僕は感性を疑うね。クレームが来ましたって言うんだけど、どこの誰がクレームしてるのかってその顔が分かんないじゃないですか。この前この VTR だったら長野の公園のケースはどこの誰って分かってたんだけど、それ以外のケースほど誰か分かんないですよね。でも別に住所氏名特定して名前を明かせとは言わないけど、例えばそのどんど焼きの場所から何キロの距離に住んでいて、方角どっちですとかね、あるいは例えば除夜の鐘だったら除夜の鐘の鐘つき堂からどのぐらいの距離に離れてるうちがクレームしてきたのかって、じゃあその地点でじゃあ鐘の音って一体何デシベルなのかとかね、そういうとこちゃんと測って、このぐらいだったら普通の騒音のね
いわゆる騒音の基準であるわけでしょ、うん、でそれに耐える限度なんだから全然大丈夫でしょってことをロジックで説明すればいいんですよ、うん、だってその炎だってこのぐらいの距離でこのぐらい離れてて、なおかつ周りが例えば河川敷だから火が飛び散る心配ありませんとか、実際に火燃やしてみたら煙はこのぐらい飛ぶとかね、灰がこのぐらい飛ぶとか実験すればいいんで、そういうことやめないで一発なんかクリーム来ただけで、まるで世の中全員がね文句言ってきた感じで答えるのが間違ってるわけで、もうちょっとなんか科学 の、 そのロジックとかファクトを持ってきてほしいなと思う。風速何メートルを超えたらやめますみたいなね、ことでも言えば違うんでしょうね、だから法律家の弁護士の立場で言わせてもらうと、何かイベントあった時に受人限度論っていうのがあるんですね、あの我慢してくださいっていうルールがあって、それを超えたら違法になるって話で、今おっしゃったようにその我慢できる範囲っていうのはどこまでかどうかっていうのがきちんと裁判例とかあるわけなので、それを超えてないから違法なことをしてるわけではないので神社とホテルっていうのは。ちなみにでもその我慢ってその年から急に火が大きくなったりうるさくなったっていうよりは、昔からやってたけど、うん、我慢その自称が我慢の限界を超えたっていうよりは、我慢の水準が下がってきてるっていうことも、多分一般の人たちがどう思うかなんですね、うん、だから特定の少数の人たちがおかしいと思っても、うん、裁判例としては一般の人たちが問題にしなければ OK なんです。で長年続いてるってことは、うん、一般の人の多くが過去は OK って言ったわけだけど、新たに OK できない人が少数出た時に、うん、我慢のラインってどこに設定するかっていうのは、うん、何デシベルとか何とかっていう話なのかどうなのか、うん、ただ法律論から言うと多数派の意見なんですよね、うんうん、そう、うん、法律はだって神様の存在を考慮してくれないから我慢話になってると何もなくなっちゃうんだよねということですよね。クレーム言う人を言わせない方法は簡単で、もうその現象の問題を解決するのは良くなくて、その作り手側っていうか運営側に参加した瞬間に文句言わなくなるんで、 あれうるさいよっていう時にすいません、ちょっとでも来年じゃあ一緒に作る側になってもらえませんかって言って、担い手側になったら急に文句言わない、入ります、そんなこと言われて。いやそれがそうなんですよ、自分がやっぱそのコミュニティや盛り上がりに加われてなくて阻害されてるんだけど、勝手に盛り上がっててうるさい、多分金の付きのイベントだって自分が来た中高生にお菓子をあげたりなんとかって側になると急に、それはそのまあリアルにはやっぱり参加者が参加側にないと、昔は全員ほぼ強制参加で全員が順番で作る側だったんで否定しづらかったんだけど、こういうのは自由参加になってきたから、見てるだけだとうるせえな感じで、高校の文化祭もそうだったじゃないですか、大体その中でわーってダンスしてないいけてない組がちょっと教えない、こんな意味あんのかよ勉強させるわみたいな、でも自分に出番があると急に素晴らしいみたいな、僕も大体そうですから、自分に出番がないものはくだらないって言ってるし、出番があれば素晴らしいって盆踊りうるさいって言ってくるおじさんがいたら、次の年櫓の上で踊らしたらいいってことですね。それは絶対文句になるんですよ。それ誘ってやってくれますかね。あでも、まあ、それもまたこれはかなり個別具体的な話になるんだけど、文句を言う中でもやたらと声の大きい発言力のある人いるじゃないですか、はいはい、ややこしい、そういう人は自分から参加してなかなか言ってくれなくて、なんとかお願いしますって下手に出て誘ってくれるの待ってるんですよ、はい、しゃあねえな俺は迷惑だって言ってるだろって言いながら、まあ、ヤグラの上に立ったら、まあでもお前らこんなに頑張ってやってるんだったらまあなとかってやる、まあ、それは田舎の人はそういう知恵があったけど、面倒くさい田舎のヤンキーみたいな感じで、もおっしゃる通り、そういう人が田舎に残ってオラオラしてるから、うん、でそういうのをくだらないっていうふうに切っていくこともできるけど、まあなんていうんですかね、人が寄り合って、うん、やっぱその田舎の地域で、まあ、作っていく村ってなんだろうってことを考える大事なきっかけで、これ全部排除していくと、そうですね、そういう人間臭い付き合いというか営みが全部なくなる気はする、ノイジーマイノリティっていうすごいネガティブな言葉じゃないですか、ですから法律家から言うとマイノリティの意見を尊重するってこととノイジーマイノリティの意見を尊重するって全然違う話であって、多分法律に違反してる、いや違反してない、権利を自分の権利侵害されてるとか差別を受けてるっていう人が何か言うのはノイジーマイノリティ、マイノリティじゃないんですよ、ね、なるほど、そうか、切り分けないといけない、切り分けないといけない話であって、うん、なるほど、ですからそういう意味では法律上、ね、例えば騒音とか、はい、あの何かボンドの音にしても、うんうん、法律違法なこと全然してないのに、うん、クレームせてくるっていうのが本当にノイジーマイノリティ、正当な主張がきちっと切り分けないといけない、分けなきゃいけない、ね、全部言ってくるのはダメってことでもないしっていうことですね、うん、アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。